こんにちは。今回の YouTube はですね、はい、新商品、はい、じゃあ新商品、新商品でございます。はい、めちゃくちゃかっこいい仕上がりになると思います。はい、楽しみです。今足場を立てて、これからですね。はい、そうなんです。足場を立てて今は余剰、はい、塗装が塗らない場所にペンキがつかないようにする作業を今日はしてます。なるほど。はい、これなんか見てください。ですね、はい、こうやってエアコンのカバー、うんうん、外すんですよ。はいはいはい。エアコンのカバーって、はい、違う話になってますね。あ、まあまあ、エアコンのカバーって、はい、壁にくっついてるじゃないですか。はいはい、そのまま塗っちゃうペンキ屋さんっているんですよ。あ、なるほど。エアコンって消耗品なんで、はい、交換する時期が来ると、はいはい、外すんでビリ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 ってなってんですよ。その写真これです。はい、かわいそうです。あ、そうですね、悲惨な状態になるんですけど、はい、一個一個外していきます。うん、どんな仕上がりになるかなんですが、はいはい、一色じゃないんですね。はいはいはい、ネジの部分、はい、もう細かいチップが入ってるんですよ。なるほど。うん、表面も一色じゃないの分かります？違いますね。はい、この表面と凹凸のところで色が違うんですけど、はい、違います。でここにもチップ入ってるんですよ。あ、入ってますね。細かいチップが、はいはい、クリアの場合はそのままこれができます。はい、はい、色を残したまま、色はこのままで少し飴色になるんです。あ、少し気持ち、はいはい、なので今より状態が良くなった新築の時に近づくことはできます。なるほど。若干ですけどね、はい、綺麗に全部戻るわけではないんですが、はいはい、若干こう戻ってきます。はい、で今回はクリアの中にさっき言ったこのチップが入ったもの、はい、入ったものを最後になります。一番最後。でもお客様はここの色、今クリームなんですけど、はいはい、実はですね白にしたかったんですよ。なるほど。新築の時から、はい、白にしたかったんだけど、はい、周りとのバランスで、お隣さんが白なんですよ。はいはい、なのでこう白じゃできない。なるほど。うん、っていうメーカーさんの縛りがあったらしくて、でもずっとそれ白が良かったのよっていうのを生かしていきます。なるほど。はい、まず最初に固定は下塗り入れます。はい、で表面だけを色つけます。はい、そうするとこのチップなくなっちゃうんですよ。なくなっちゃいます。でそれをクリアを塗って、はい、クリアのチップ入り、このチップが入ったのを塗っていきます。今よりちょっとチップ増えるかもしれないですね。チップはもうちょっと増えた方が僕はかっこいいと思います。そうですね、はい、量は調整はできるんですけど、はいはいはい、そちらを塗っていきます。なるほど。今までにない感じですね。ないですね。クリアの中にチップが入っているのはなくてですね、はい、これを考えた会社さんは同じ千葉のユーマペイントさん。ユーマペイント、うん、ユーマくん、はい、知り合いだったんですね。ユーマくんがこうメーカーさんと、はい、もうこんなあったらいいんじゃないかってずっとやり続けてくれて始まる、はい、なるほど。でも優馬くんごめん、一投目やっちゃった、先にやっちゃいました。はい、はい、という仕上がりになりますので、はい、なるほど。施工している時もまたちょっと撮りたいと思うので、はい、そうですね、これ第1弾で、はい、第2弾、はい、第3弾ぐらいまで、はい、やると思います。了解いたしました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、せっかく今日養生なので養生のご説明しましょうか。はい、お願いします。ですね、養生これ下にこう引いてたりしたり、はい、ブルーシートだったりしてるんですけども、うん、これはその場所によって分けてます。はい、ここブルーシートやっちゃうと芝痛みますよね。はいはいはい、あの2週間ぐらい工事かかるんで、はい、2週間ずっと養生があるわけではありませんが、うん、ここに湿気が通らないものを引くと芝ダメになっちゃうんで、はい、シート、なるほど。メッシュ、これメッシュです。メッシュですね。メッシュなんで、はいはいはい、蒸らすことはないですから、はい、でもペンキみたいな、ペンキが垂れても下には染み込まない、なるほど、ようなものをあえて使ってます。はい、でこちらブルーシート、はい、お客様歩きますので、はい、ブルーシートでしっかりとやっていきます。はい、で工事中はよくあるご質問なんですけど、はい、開け閉めできない、うんうん、のっていうことなんですけど、当然玄関開け閉めできます、はい、当たり前ですけどね、はい、ただ他の部分に関しましては大きい窓のところがいいですかね。そうですね、大きい窓なんかで言うと、はい、こうですね、これ、はい、
まだ、途中の中でボックスを開けてるんですけども、はい、これボックスもくるんでいきます、うんうんうん、でここをもう開け閉めできないんですよ、はい、なので工事中は基本的には開け閉めができないです。なるほど。ただどうしてもね、はい、夏なんかエアコンこれだともうエアコンかけないと死んじゃいますよね。そうですね。なのでエアコンをずっとかける状態なんですが、はい、エアコンかけてると体痛くなる方はもう当然いるんですね、はいはい、僕もダメなんですよ、はい、エアコンこう見えてこう見えて、はい、で、はい、その寝室だけ用事を取ってっていう、はい、あのご要望もありますけど、もちろんもちろん、はいはい、そんなあの全部やってくれって言うとこれやるのに1日ぐらいかかるんですよ、はい、養生。あ、そうですよね。そうすると養生して、はい、養生取って、はい、ずっと進まないということになっちゃうので1箇所とか、はい、2箇所ぐらいでしたらできます。あ、なるほどですね、はい、でもストレスですよね。なるべく早く終わらせたいんですが、塗装ってインターバルとかあったりするんですね。あ、なるほど。だから1日これ3回塗るんですけど、はい、1日に3回塗っちゃダメなんですよ、はいはい、乾燥時間っていうのがあって、うん、ちゃんと表面硬化がしてから次塗らないと一体化になっちゃうの、はい、一層になっちゃうとダメなんですね、うん、ペンキはもう全部そうですけど薄く塗って何層あるかっていうのが結構重要です。なるほど、はい、なので1日壁は一工程とか最後にシーリングも打ち替えるんですよ。うん、なるほど、うんうん、こういったサッシの周りとか、はい、伸縮目地とか。あ、そうですね、うん、これ違う、はい、目地じゃない、これ違います。違いますかこれ縦だね。あ、このごめんなさい、ここのねお家のタイプはコーナーと1階、はい、2階の間の帯にこう上と下に打ってあるんですけど、はい、あ、ありますね、はい、そういったところになります。これ縦張りなんですよね、はい、縦張りなんでシーリングは1階と2階の継ぎ手だけになるんですけど、はい、これを、打ち替えます。おでクリアの場合はこの上に塗るのダメなんですよね。あ、そうなんですか。はい、全部のクリアがダメです、はい、今、はいはい、なので、はい、全部終わってからカットして撤去して新しいシールを打って終わり終了、となります。はい、はい、なるほどですね。これ何工程なんですか。このお家は塗る工程は3回、ただクリア含んで4回になりますかね、はい、なるほど、はい、通常は3工程です、はい、ただちょっと吹き付けます。最後のクリアは、うんうん、吹き付けなんですね、はい。あ、そうなんですよ。手塗りと最後の仕上げだけ吹き付け、はい、あ、ちょっとそれも、はい、職人さん泣かせっていう、お客様にも言いました、超大変な感じですけど、頑張りますみたいな、ね、はいはい、爆笑してましたね了解いたしました、はい、ちょっと本当本当楽しみですね。そうですね、うん、今後続きもこのお家は撮らせていただいて、はい、そうですね、はい、お家自体もすごい素敵なんで、うん、そうですね、本当に素敵なんで、ちょっと足場バレたら、はい、特に楽しみかなと思います、はい、わかりました、はい、はい、塗り始めたらちょっと撮りましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあ第2弾でまた会いましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。